中京 TV スポーツ。今日のゲーム振り返っていただいてどうですか。まあいい部分もチャレンジ、どんどんチャレンジしてやれたとこもあったけど、やっぱもっと細かいとこだったりやれたとこだったりあったので、次の試合まで改善していきたいなと思ってます。その中で先制ゴールあったと思うんですけど、はい、振り返っていただいて。あ、なんかとりあえず最初だったんで振り切ろうと思って振ったら結果的に入ったんで良かったです。やっぱ早い段階で1点取れたっていうのはどうですか。最初勢いよく行こうってチームの目的みたいなあったんで、それで来たのは良かったです。対抗での声援とかどうでしたか。非常に良かったです。めっちゃ頼もしいです。改めてこの東北ってどんなチームですか。東北は、絆があって厳しいとこは厳しく言うけど、褒めるとこは褒めたり、そういうチームです。はい、結構2年生ながら出場していることについてはどうですか。まあ、学年関係なくやっぱ責任持ってピッチに立ってやることをやるだけだと思います。去年はピッチには立ってました。去年はいや選手権は立ってないです。はい、去年じゃあ上からこう外から見てたあと一歩で全国っていうところだったと思うんですけど、はい、その悔しさとかってなんか覚えてたでしょ。あ、今でも、まあ、すっごいすぐ思い出せます。そんな中で改めて今年の選手権の意気込み聞かせてもらってもいいですか。いや、もう全国行って行けるところまでどんどん行ってきます。ありがとうございます。はい。